たまたま見かけるのがエンジェルナンバーなんですけど、もしパッと見た時に1212のゾロ目だったら、天や宇宙からのメッセージを受け取って準備をするといいですね。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこちゃんねる、始まります。さて、12月12日は辰の日とゾロ目の日がやってきます。この日のお誕生日の皆様、12月のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。で、12月12日は1212のゾロ目の日です。と時計を見た時に同じ数字が並んでいてゾロ目だったということはないですか？そのゾロ目をエンジェルナンバーと言います。で、ゾロ目を見るのは決して偶然ではないんですね。ゾロ目をよく見るというのは、宇宙や天界が数字を使って私たちメッセージとかアドバイスを伝えてくれているんです。で、ゾロ目の日は天界や宇宙から応援される日になりますからね。そしてこの日にゾロ目を見たら、大きくエネルギーが変わります。で、ゾロ目は見つけるのではなくって、たまたま見かけるのがエンジェルナンバーなんですけど、もしパッと見た時に1212のゾロ目だったら、天や宇宙からのメッセージを受け取って準備をするといいですね。で、1212のゾロ目の意味は、カインアクションの最後にお伝えしたいと思います。で、この日は龍神様のご加護が得られる辰の日になります。もうすぐ辰年がやってきますから、この辰の日は意識しておいてください。それは2024年は辰年に入りますから、辰の日を意識することで辰年のエネルギーを早めに受け取って、早くから辰年の運気に乗れるんですね。で、今は龍神様はとっても活発に動いています。で、そのエネルギーを今から味わいながら過ごすことで、2024年を早くから開運に動き出しますからね。というこの辰の日ですが、気運の上昇気流に乗る日で、口座開設や貯金をする、財を貯める、投資をする、商売繁盛といったお金にまつわることから、夢を叶えたい人、仕事運を高めたい人、繁栄させたい人、起業したいっていう人も、辰の日のアクションで昇龍のように運気や金運を上昇させていけます。そしてこの日は昔から種をまいたこと、育んだことの芽が出やすい時なんですよ。復活パワーも強いので、お金や金運が下がっている人も、今日のアクションをすることで運気も金運も大復活する日ですからね。ということで、この12月12日に今回はやったらいい開運アクションを7つお伝えしたいと思います。まず最初に1つ目の開運アクションは、開運日には欠かせない定番の金運アップ掃除で、この日はキッチン台、シンクの掃除をする。で、キッチンは金を大きく左右する場所です。火と水の気が入り混じっているので、掃除をすると両方の気のバランスを整えることができるんです。で、この日はキッチン台やシンクを掃除すると、気が整って気運パワーがアップします。で、知らない間に飛んでいた油汚れとか水垢、手垢といった汚れを専用のクリーナーを使って掃除をするといいですね。で、シンクに洗い物とか生ゴミがそのまま置いてあると、邪気が発生して気運ダウンにつながるので、掃除をして最後にピカピカにシンクを磨くと気運アップに効果があります。で、キッチンは体に取り入れる食材を使うところなので、清潔にすると家族みんなの健康も上がっていって、気が整うので運気も気運も大復活していきますからね。そしてこの日にやったらいい2つ目の定番のカーアクションは、神社参拝。辰の日なので、龍神様が祀られている神社や、または金運のご利益がある神社仏閣にお参りするといいです。で、神社では叶えたい願いとかお金の宣言をするといいですね。で、こうなりますようにという言い方ではなくって、私はこうします、こうなりますという宣言が叶うパワーが増します。あとは行きたい神社、お寺に参拝するのもよくって、
この日は御朱印をいただくと大吉です。まあ、御朱印は神様とのご縁の大切な記録なので、エネルギーをそこからいただいてね、自分にチャージすることもできます。でさらに運気を高めるためにやったらいいのは、吉方位の神社仏閣や急に御利益がある神社仏閣に行くといいです。でその場合はこの日番を参考にしてね。吉方位は簡単に波動を上げて運のポイントが爆体に上がりますからね。次にこの日にやるといい3つ目の開運アクションは外出する。まあ、外に出るといい日で、まあ、神社参拝やアウトドア、カフェに行く、ショッピングに行くのもいいです。で、まあ、外出すると金運エネルギーがみなぎるので、自分の行きたい場所に出かけるといいですね。まあ、神社に行ってエネルギーをチャージしてもいいし、自然の中に出かけて自然のパワーを浴びてもいいし、お友達とカフェやレストランで楽しい話で波動を上げてもエネルギーがみなぎります。まあ、ずっと行きたかった場所に思い切って行ってみるのもいいですね。で自分がいて楽しいなとか心地いいなと感じると波動も上がっていって心を満たされるので機運が急上昇していきますからね。そして次にやったらいい定番のカーアクション4つ目は簡易フード。最初にキーアップフードはおでん。まあ、いろんな食材のエキスがたくさん詰まっているので機運アップに効果があるんです。特に大根や卵、牛すじは気を上げるのには効果的なおでんの具材なんです。練り物とか厚揚げも運気をアップさせてくれるので、熱々のおでんを食べると気運が大復活していきますからね。そして次に気運アップフードは豆腐。人間関係を円滑にしてくれる効果があります。人との関係の中から気運をつかむチャンスがやってきたり、相手との信頼度も上げてくれるので、自ら強運を掴んでいくことができるんです。積極的に行動していくパワーもチャージできるので、運を動かして強運が上がっていきますからね。そしてラブンアップフードはジャガイモ。土の中で育つので大地のエネルギーが含まれてます。まあ、大地は揺るぎない土台の意味もあるので、パートナーとの関係をさらに安定させてくれて、幸を引き寄せてくれます。気になるお相手がいる人は2人の愛の土壌を作っていくパワーがもらえるので、ここから2人の距離が縮まってラブーンがぐんと上がっていきますからね。そして次にこの日にやるといい5つ目のカーアクションは自分を褒める。まあ、自分が頑張っている姿とか一生懸命にやっている姿を一番近くで見ているのは自分自身なので、この日は自分を褒めると機運が大上昇して、機運が下がっている人も復活します。いつも家事や子育てを頑張っている自分やね、仕事を一生懸命やっている自分を褒めたり、当たり前にやっていることとか、普段何気なく取り組んでいることを褒めてもいいです。朝起きてみんなの朝ごはんを作っていることとか、毎日少しの時間でも勉強しているというようなね、自分でも当たり前と思うことでも褒めるといいですね。大人になると人から褒められることって少なくなりますよね。でも自分のことを私はすごいとかいつも頑張ってるねって声出して褒めると自分で自分を認めるパワーが高まっていきます。心も満たされていって幸せな気持ちになって、自分で自分を満たすことで自信もついてきて機運がぐーんと上がっていって、下がっている人もここからお金を引き寄せていくことができますからね。次にこの日にやるといい6つ目のカーアクションはショッピングモールに行く。この日のラッキースポットはショッピングモール。いろんなものが売っていていっぱいお店が入っている場所なので、飽きることなく楽しむことができますよね。特に買うものがなくてもこの日は外出するといい日なので、ウィンドウショッピングをするのもいいです。まあ、たくさん人がいるのでね、それぞれのエネルギーで活気づいている場所なので、元気になる波動をチャージすることができて、運気が上がっていきますからね。そしてこの日のラッキーカラーは、マゼンタ。五感を鋭くしてくれるパワーがあるので、身につけたり、身近なものに取り入れると、自分の五感が刺激されて活性化します。直感も冴えてくるので、いいアイデアとか、ひらめきも降りてきやすくなって、あ、これいいなと思ったことがあったら実践してみたり、メモしたりしておくと、その後に運気がどんどん上がっていきますからね。
そして最後にこの日にやるといい7つ目のカーアクションは1212のゾロ目の意味を知る。さて12月12日は1212のゾロ目の日ですね。まず12の数字が持っている意味は、願いは順調に叶っていって、いいアイデアやひらめきも降りてきやすくなりますということを天界や宇宙はメッセージとして送ってくれているんです。いいアイデアとかひらめきはインスピレーションとして宇宙から送られてくるので、直感に従って行動するといいです。天界や宇宙があなたをいい方向に導こうとしているサインで、12にもすごいパワーがあります。そして強い意味を持った12が重なる1212のゾロ目の意味が、あなたの思考や感情が現実のものとなります。そしてあなたの願いは着実に現実になりつつあります。願いは叶うんだと信じる心と勇気を持ってください。前向きな思考で安心して一歩ずつ突き進んでくださいという意味があるんですね。宇宙はあなたが望む道を進めるように強力にバックアップしていますというメッセージを伝えてくれているんです。今進んでいる道は願いが叶うためにいい感じで進んでいるよっていうメッセージなので、自分を信じてポジティブに進むといいです。でこの時に不安とかネガティブな感情があったら、それを手放していくことが大切で、感情を手放すのにお掃除をして空間を浄化したり、運動をして汗を流したり、体の中からネガティブを追い出すのもいいですね。自分の好きなことをしたり、自分のやりたいなと思うことを優先して、自分を幸せで満たすことでネガティブなエネルギーを浄化させることもできます。で手放すことで願いは現実になっていくので、願いを叶えるためにも1212のゾロ目を見たら、天界や宇宙の応援を信じて行動していくと、願いを叶えるパワーが高まっていきますからね。つい探したくなっちゃうんですけど、この日ね、前を走っている車のナンバーが1212だったり、レシートの釣りの金額が1212円だったりと、12月12日に1212のゾロ目を偶然見たら、天界や宇宙からの応援を受けて行動する準備をするといいですね。そしてね、夜中の12時12分、またはお昼の12時12分に叶えたい願いを言葉に出してみてね。もしお昼の12時12分に神社参拝していたら、ここで宣言するのもいいです。これはちょっとおすすめですからね。この時間は特に願いが叶うパワーが強力に働きますからね。今回もみんなのコメントを楽しく読ませていただきますが、このゾロ目の日の願い、よしく何でもぜひ書いてみてくださいね。夜中かお昼の12時12分にこのコメント欄に書いてもいいですから。ぜひこのコメント欄に書いて運気をアップしながら願いを叶えてくださいね。で、ゾロ目を見た人もぜひ教えてください。楽しみにしてまーす。というこの日は幸運や機運、そして宇宙のパワーのエネルギーが流れているので、運をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それが運のポイントとしてどこかで豊かさが返ってきて、幸せやお金がどんどん巡ってきます。なので自分の心地よさを意識して大事にすることもカーアクションの一つです。だから一つでもできれば OK、 できなくても充電日として OK です。楽しんでお過ごしください。そして嬉しいコメントもご紹介できないくらいたくさんいただいているので、体験談をお伝えしたいと思います。最近は毎日何回も8888や3333や111やエンジェルナンバーを見ますが、最近50万の臨時収入や3000円の臨時収入がありました、感謝しますという方、昨日5月5日夕方5時55分にプロポーズされました。ゴーゴーゴーという意味で縁起担ぎで選んだと彼から言われました。これからより幸せになりますという方、コメント欄で予祝した推しのバースデーイベントが見事に当選しました。この日は発表前に777のゾロ目を見たので確信しました。とても嬉しいです、ありがとうございますという方、8888とか8008をよく見かけるなと思っていたら、今日全く思いがけないところから臨時収入がありました。宇宙からちゃんと予告があるんですねという方、おめでとうございます。やっぱりこういうご報告は嬉しいよね。あと予祝のコメントを書くときは予祝と書いてくださると大変嬉しいです。ということで、このコメントでみんなでこの波動をいただいちゃいましょう。
次はみんなの番だからね。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。今日はこの神社、ぜひパワーを受け取ってください。こんにちは。今、福岡県の宮地岳神社に来てます。ここ本当に夕日が綺麗で、光の道って言われてるんですけど、もう夕日は沈んじゃったんですけど、すっごい綺麗だし、あと本当にここいい神社なんですよ。ぜひね、ここを見てほしいなと思うんですけど、光の道です。ここ、綺麗だから、見てね。じゃあね。